おはようございます。クリアコンタクト店です。みんな、クリアコンタクトだよ。クリアコンタクトだよ。だから何って感じだよね。ミレちゃんの前髪のセットの仕方、ちょっとマジで前髪伸びるの早すぎて困る。本当に私は前髪の長さはもう一生同じ。おばあちゃんになってもパッツンでいいんだけど、あのって感じ。喉がちょっとね、やだ。それか美容師さんになれるように前髪を切る練習をする。おみるちゃんは卒業式ぶりにスカートを履きまして、久しぶり制服のスカートシャツさんってなりました。でもちょっと今日はね、こういう感じでいきたいと思います。いや、フードはかぶりませんよ。おめるちゃんのケープの描き方、これはねアイドル大体みんな一緒だと思うんですけど、おめるちゃんはこのように描けますという講座をしますね。まずは下から、息を止めます。下、次は上から、したら横、よいしょ、してこの天使の羽ちゃんを操る。そう、矯正器具が増えたんですね、おみるちゃんには。そう、風にはねケープもさすがに耐えられない。それはね、僕たちのイマージュでね、全て物語られてますから。アイロンは完了。次はメイクを直します。あと今日はヘアオイルを持ってきました。ケラスターズさん、絶対頭の、ね、上につける人はいないんですけど、パヤ毛がいるので、オイルでこうやってパヤ毛を仕留めます。嬉しい、欲しいと思ってもらえることがねすごく嬉しいんだよ。だからもしまたそういうグッズが出たらぜひチェックしてね。嬉しい、ありがとう。なんだかな、これこっちを分けない方がいいか。なんか手になじませていいのかわかんないけど、なんか嫌だから手になじませといた。リボン、爪が痛くてリボンが開かなかったので、したあとでマネージャーさんに開けてもらおうかな。メンバーも近くにいたらメンバーに助けを求めます。よいしょ、ちょっとね一応カラコンも持ってきました。通所までにね、カラコンがない自分に耐えられなくなったら、カラコンをつけます。すいません。よ
ショットというものは、ね、大事なので、皆様の思い出に、思い出どころか携帯に残るので、絶対いらないくらいこのね、筆をね使ってる。なんかもうだって粉々しいもん今顔が、すっごくいいんですよ、まあ、とりあえず私の目薬は、あの分かりやすいように、あのツアーの時につけてた爪が取れて、あの早着替えの場所に落ちてたので、それを目薬にくっつけました。みんなこれ使ってるので、大体緊張して緊張してるのお話か、可愛い、でも大丈夫だよ本当に、あのおみるちゃんこのまんまですから、あの安心してきてください。なんか自分でも見慣れちゃったからあれだけどさ、ね、面白いな、結構馴染んでない、角にピッとピッと。あと最近ハマってる黒いリップ、このリップはディオールの576、覚えたぞ、もうこんな感じです。ねえ、裸眼の方がいい？いやいや、そんなね、私は好きなようにいきますけど、私は好きなようにいきますけど、唐突のあの宣言好きなように生きるんですけど、あの裸眼の方が漏れるのかなんか分かんない、なんかもう何でもカラコン、うわー目に入った、そう、そう576以外にも持ってる。でもさ、私のファンの皆さんは本当にそれを見守ってくれるから、本当にあのお優しいなって思います。ありがとう、おみるちゃんの好きなように生きさせてくれて、本当にそう思います。きっとみんなの中にはさ、おみるちゃんの好きな美女があると思うんだけど、優しいね、ありがとう、おみるちゃんはみんなのために生きていきます。裸眼は目が茶色いです。にゃん、地雷ライン、そうね、最近はこんくらいでやってますね。白目の余白があると顔にも余白があるんじゃないかとね、私は錯覚というかそう思ってしまうんですよ。あれ、リボンどこやったっけ、あった、ちょっと頑張って自分でやろう。髪の毛どうしたらいい、なんかもっとギャルになりたいんだけど、もっとギャルになるにはどうしたらいい、ハーフアップとかしたらいい、なんかインナーカラーがゴリゴリに。リサちゃんありがとう。何吉だった今、まばたきしてる瞬間に、ありがとう、きっと大吉。ハーフアップだとこういう感じですね。大きいからこう苦手だけど、推しがしたいならそれは認める、白目あった方が嬉しいけど、そうね、私でも15ミリ、うん、1.5 センチのカラコンしても白目あるからね。
ちょっとなんか平成味のある感じにしたいんだけど。横？横ってこういうこと？横結び？おめえちゃん中学生からコンタクトですね。横ハーフアップね。なるほどね。珍しくない？猫耳作る。かなりハイテクニック。せいか。かわいい？じゃあ横結びにしようか。めっちゃかわいい？みんなめっちゃ褒めてくれる。じゃあそうします。ちなみに初めてやりますよ人生でも初めて横のハーフアップは。確かに横のハーフアップだったらみんなのハーフツインの意見も入っている。一本になったという感じ。ツインが趣旨欲しい。置いてきちゃったん。家帰っていいですか？ティッシュでもまくりつける。うわ爪が邪魔をするな。誰かシュシュを持っていませんか？ごめんね、白目向いてるかも。私大丈夫そう？輪ゴムじゃないです、さすがに。あの紙用です。ちょっと待って、なんかちょっとあの後ろに行ったんだけど。フラッシュで写真撮ろうかな。ちょっと場所が違うな。ちょっと鏡見てくるわ。あでもここが背景が丸、誰もいなくなるのまずいな。もうぶちたかの。どうよ、ギャンとね。このおせんべいとかならあるんだけどね。これちょうどいいんじゃない？シュシュシュっぽい。リボンくっつけちゃう？もうちょい横。もうちょい横。待って。結び直す。シュシュなくても可愛い？ありがとう。じゃあみんながその分シュシュがあると思って写真投稿するとき、シュシュ加工で合成しようかな。もうちょい前らへん OK やで。ちょっとこの輪ゴムがもう手首がちぎれそうだ。変えるわ。こ
このケープに、まあ、ヤマンバスタイルという感じの髪型ですね。めっちゃこれはスクショしないでほしいですっていう感じ。心の目でね、シュシュをつけてくださいませ。普段ね、自分で髪をね、結ばないんですよ。レッスンの時も髪結びませんから、ね、初期はね、たまにハーフツイン自分でやってくださいってお仕事、ヘアさんがいらっしゃらないね、お仕事の時もあるからさ、自分でね。今日面白い？裸眼だからもう素なのかもしれない。そうそう、ハーフツインの練習してたけど、ちょっともう最近はちょっとできるようになったからね。待って、こっちの毛が消えてった。さすがになさすぎる。ちょっと戻ってきて。よいしょ、もっと横、もっと横というのはどこなんだ。よいしょ、え、横ってマジどこの横？え、めっちゃ横にしちゃうよ。いいの？いいの？熱い。マジ顔が初期。ここでいい？変わんなくない？合ってる？なんかさ、大丈夫？音符みたいじゃない？合ってます？合ってる？量が多い？かわいい？え、家帰りたくなってきた。シュシュ持ってきたい。え、シュシュ使えることないかな。え、コンさんどう？これシュシュに見えるんじゃない？こんなさ、ワクワクさんって感じだよね。今日は髪飾りを作ってみよう。シュシュに見える？どうよ。あ、ちょっとシュシュっぽいんじゃない？やばい、ちょっとシュシュじゃない？これね、ちょっとうさ耳ですよみたいな感じで、やばいマジで。あ、っぽく見えてきた。え、っぽくない？だってさ、みんなこれがさ、あのウェットティッシュだなんて知らなかったらさ、これ完全にさシュシュだよね。ちょっとこれは今日はこれでいきます。ショールームを見てくれてるみんなだけにちょっと手拭いとこう。あの、もったいないので、ちゃんとウェットティッシュのね、ケープとか手についてるかもしれないから、こうやってウェットティッシュさんの正しい役割もこうやって果たしてもらって OK です。マジ、あと問題はこれだけ。マジで開かない、このリボンが。もうスメがね、折れます、これはね。ヘルプヘルプ、あ、開く？ヘルプヘルプ、
ねえ、このリボンありきの制服じゃん。ちょっと待ってね、私高校の時どうやって開けてたんだろう、このリボン。こんにちは。今日もまたアスケンからメールが来た。今来てくださった皆さん、え、この師匠めっちゃ可愛くないですか。可愛い？あ、じゃあ今日これでいくね。果たしてスタッフさん並びにメンバーのみんなは気づくのでしょうか。見るって今日のシュシュってもしかしてそのシュシュどこですか。ちょっとねこれはね特殊なところのシュシュすぎて教えられないんだよね。ちょっとここら辺はご愛嬌で、まずこうやって拭くとちょ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 っとね。ちょっともうちょっとアイライン長くしようかな。目が小さい。バレバレだよ。どうしたらいい？でもさ、割といけてるんだよね、それが。飾りにパオンちゃんもつけとこうかな。パオン、どうしよう、なんかどっかにつけたくない？パオンちゃん。ちょっとここら辺につけとこうかな。どうしよう。どうよ、いけてる？ちょっとね、逆サイドは？逆サイドはもう一回、もう一回次こっちも一応サイドってサイドハーフ、あのサイドハーフアップという髪型でして、これが完成形です。これはなんかシーンで初めて買ったやつです、昔に。ちょこんな感じです。みんなお仕事行くの嫌すぎる。うん、そうだよね。でも本当に偉いです、お仕事に立ち向かったその一歩。もう偉すぎる、もうそれはお仕事に行ってるということです。
本当に偉すぎるのでもう帰っても大丈夫と言いたいんですけれども、あのね、偉い人に怒られちゃうっていうのはねもっと嫌になっちゃうので、本当に本当に応援してますね。わかるよ、どうしてもこれだけは勘弁っていうのってあるよね。南紀くん結婚して、ねね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 ね、ありがとう。そんな感じです。歯が痛い、ベロも痛い。そう、髪染めてから初めて制服着ました。お昼ご飯は今日はいいかな、お腹いっぱいだわ。しょうかちゃん結婚して、めめめ、痛み収まってね。マネージャーさんから私はもらってません、くださいくださいなんてね、わがままのことはみるちゃんは言いませんよ。あ、でも早めのお年玉っていうことで、この間のあの高画質のね写真をいただいたんですよ。早めのお年玉ですって、だからあれがお年玉です、もらってました。効果が上がりっぱなし、よかった。さっきさ、リップブラシで塗るのとどっちがいいですかみたいな、変わりますかみたいなコメントがあったなと思っているんですけど、あれにはいるんですけど、お姉ちゃんさんから私のもらってて中身修理になって、え、いいな。リップブラシで塗った方が私は理想の唇に近づきます。なんか今日涙袋ないんだけど、本当に早く出てきて。ドキンちゃんチョコもらってたマネージャーさんに、マジ危ない、名前そうになっちゃったプライバシー。じゃあ マネージャーさんからお年玉をもらいます。多分このライトでね、涙袋が消えとるわ。こうやって笑ったらいるもん、ここに。まだもらってない。みんなもらってるの？じゃあとめるちゃんみんなにこれをあげるね。何？宮古昆布。私昆布食べられないけど、なんかおめでたそう。本日のお菓子のラインナップをご紹介いたします。よく美容室に置いてあるお菓子、はちみつ金柑のど飴、チェルシー、ミニアルマンド、あ、ミニルマンド、おせんべい、おせんべいです。昔と昆布、え、マジ？いやー、宮古昆布でした。
ジーンズ生地ネイビーかブラックどっちがいい？めっちゃ迷う。ブラック、ブラックやった。あとちょっとでお話し会始まるね。おはよう。シュシュにお菓子つける？みんなに見せたい、これマジ可愛くない？ウミウシ、ここにショールームに住まわせたい。今日の私このウミウシみたいな目してる。マジですごいのこれ、全部が集まってる。そして明日はイベントですね。ね、今回さ外れちゃったよっていう方は本当にさ悲しいって思ってると思うんだけど、あの本当にまた会える機会絶対あると思うから、また待ってます。お祈りします。皆さんがおめでちゃんと会えますようにというか、私はみんなに会いたいです。やや悲しみ。ね、そうお仕事とかね、みんなのいろんなねあったと思う。悲しいよね。私もみんなにだってさね、人数が決まっていなかったらみんなに会えたんだって思うとあれだけど、私もみんなに会いたいです。私も悲しいけどまた会える日を楽しみにしています。そして明日会える皆さんどうぞよろしくお願いします。教えてほしいな、また事前に明日会えるよって。聞いて聞いておめえちゃんとかちょっとあのあんまり見られたくないよって方だったらタグ付け私だけにとかで待ってます。そしてお写真を撮ってくださる皆様は何度も言って申し訳ないですけど、あのレタッチの方をあの誠実切実にお願いしますが、レタッチをお願いします。そうめちゃくちゃね、お肌がトゥルントゥルンというわけではねないので、よろしくお願いいたします。明日は成人式、いやー素敵、みんなの成人式どんな感じなんだろう。来年はみれちゃん成人式なので、まあ行けるかとか全く何もわからないし、一体いつという感じなんですけど、みんなの成人式の感想や成人式にはハンカチティッシュ何々何々を持ってったらいいよ、目薬を持ってった方がいいよとか、なんかアドバイスがありましたら教えてください。みれちゃんのほっぺをグッズにしてください。いいよ、おみれちゃんのほっぺいらないからあげる。今日は前髪綺麗なんじゃない？ちょっと昨日の前髪ちょっとあんまりだったけど、ちょっと追い系統しておこう。あ、終わりにしなきゃ。そう、では
みるちゃんは今日みんなと話できることを楽しみに待っています。よろしくお願いいたします。じゃあね、バイバイ。それでは